皆さんどうもこんにちは。夏といえば狩猟の季節。すごい偏見だな。ということで本日も、伝説の下級王をやっていきたいと思います。前回はマグカップから始まり、PS5 を粉砕、そして現在植木鉢まで壊せるようになったのよね。もう十分強くなったと思うんだけど。いやいや、上には上がいる。向上心は無限大さ。そうね、いずれは惑星一つカルガルと破壊したいものだわ。怖いことさらっと言ってるんだけど。本日もバンバンファイアボールを出してとにかく強くなっていきましょう。火の玉にもレアリティが存在することが判明しました。火の玉もガチャでゲットできるのか。レアリティがあるってことは効果にも差があるってことよね。そうだね、お金と経験値の獲得量がレアリティによって変動するみたい。赤いと火の玉感出ていいじゃないの。いよいよ室内でやっちゃいけない火力を超えてきてないか。この室内は火の玉耐性のある特殊な環境なので大丈夫です。そうそう、このゲームレベルの数字とかいろいろおかしかったわね。もうレベル400超えてたぞ。元気に関してはレベル600オーバーです。600が強いのか弱いのかわからないんだぜ。小物の次に家電製品株が追加されました。家電を破壊する時がやってきたみたいね。さすがに家電は室内で破壊できなかったか。電子レンジもこの通り一撃ではないですが、パパーッと壊せるくらいの火力を出せるようになりました。一撃で壊せている時もあるわね。家電の処分ならこの僕にお任せあれ。家電の処分って意外とお金かかって大変だから頼むかな。じゃない、空き地でこんなことされたら大問題だわ。かけらを残すと結構大変だわ。ということで電子レンジチャレンジに挑戦です。余裕でクリアできたな。7998億私も欲しいんだけど。次はサーキュレーターだってよ。サーキュレーターと扇風機って同じ？ちょっと違う？サーキュレーターの方がごっつい感じするわよね。風量もすごい気がするし。パーツが粉々になって全破壊しづらいな。これを一撃で破壊できるようになるのが現在の目標ね。サーキュレーターって硬いな。倒れるのも厄介ね。頑丈に作られてるから使う側はいいけどな。どうだ、こんなこともできるようになったぞ。ダメ攻撃はダメージ量が多いから一撃できるのか。こんな戦闘、なんとかボールでよく見るわね。違うところは相手がサーキュレーターなところ。サーキュレーターに相当恨みがある人みたいだぜ。強化をしたのでチャレンジに挑戦してみます。おお、ついに一撃で粉砕。しっかり成長しているのが目に見えるぜ。火力大幅アップ、テンポよく壊していきます。ほっほ、当たりどころが悪いとすぐにばらけるわ。ドラー、やったー、チャレンジ成功。サーキュレーターはこれにて卒業です。じゃあ次の家電は？アイマスク。これすごい高価な家電だよね。ああ、立派な液晶が粉々に。火の玉で5個しか破壊されていくわ。アイマックって編集ソフトの関係で一度も使ったことないんだけど、なんかそこはかとなくオシャレだよね。スタバでマックとかしたことないもん。させてよ。やればいいだろ。強化するお金の額もえげつなくなってまいりました。強化に1兆とか他のゲームで聞いたことないんだけど。数字のインフレがえげつないのがこのゲームです。火の玉の火力もえげつなくなってる。それでもまだ一撃で破壊するのは難しいぜ。これは破壊の違いがあるな。至近距離でやるもんじゃねえな。こっは、乗ってきたぞ。とにかくお金が必要なので稼ぎまくります。狂ってやがる。お、気づけば30兆。こんなことしてボロ儲けできるのマジで謎だな。いえいえ、億万長者。まあ強化したら一瞬でなくなるんですけどね。皆さんどうもこんにちは。どうしてぬいぐるみって増えるんでしょうね。うぷ主のミーです。あんたが買いまくってるからでしょ。あったかいお布団で今すぐ寝たい、霊夢です。季節の変わり目、体調の変化には要注意、マリサだぜ。ということで本日は、どこかで見たことあるキャラがどこかで見たことをするゲームで遊んでいきます。ほんとだ、もうわかる。なるほど、夢のコラボレーションかっこ勝手にね。では早速おなじみ、だるまさんが転んだ殺戮モードで遊んでみましょう。私は031、ミーですので、しっかり見ててくださいね。ひぃ、骨。このゲームは慣れているんでね、もう動揺しないぞ。こいつ、何度目だ。両横の完璧なストップタイミング。がっつかずに確実に慎重にだぜ。みんな結構ギリギリを攻めるねー。ここにいるのは命が惜しくないクレイジーなメンバーなのよ。少しでも動いたら撃ち抜いてやるぞ。所長 AI じゃなくて目視なのによく見てるな。あれ、みんなゴールしちゃった。
これって競争じゃないからギリとか関係ないわよね。もちろん、時間内にゴールすればいいんだよ。一発クリア、さすが今まで何度もこれで死んでるだけあるぜ。だるまさんが転んだデスゲームはもうお手のもんだよ。次のゲームに進むにはダイヤを貯めていかないといけないのね。ゲームを一回クリアすればダイヤが一個もらえるみたいだよ。ん？ロープレスキューってゲームがあるぞ。なんだろう？これはイカゲームにはないね。初見のゲームか、ヒリヒリしてきたわ。まずはこのロープを結んでい。これを渡るってことだろ？みんな、続けい。わぁ、気をつけろ、落ちるなよ。ちょっとでも変なことしたらどうなるかな。以上です。何だったのこのゲーム。あ、レベル2になったらちょっと複雑になったよ。あ、なんだそういうゲームなのね。どんどん複雑になっていくやつか、安心したぜ。こういうパズルみたいなちょっと頭を使うゲーム、とても苦手です。おバカさんだからね。でも今回は完璧にいけました。いやコイン取ってないんだから完璧ではないだろ。だってばよ。それじゃあまただるまさんが転んだゲームに戻ってきましたよ。ブースターなんかあるのかよ。何が出るかな？強いのがいいな。スモーラー？小さくなるってことかな？これ役に立つんだろうか。とりあえず今回はこのままで行くぜ。もう慣れたもんよ。ひたすらだるまさんが転んだをやってダイヤを稼ぎたいわ。それもう仕事と同じだよ。私の仕事はだるまさんが転んだです。知らない人からしたらやべえやつにしか見えない。やったー、今回も安定のクリア。ダイヤを使って、傾きが解放されました。劇中では湿らせたりしてなんとか削ってたけど、実際の屋台じゃ禁止しているわよねー。まあそんなことしたらクリアされちまうからな。クリアさせないようにするのがお店のやり方です。映画の外の方が残酷ね。おっと、危ない。傾きも慎重にやらないと割れちゃうよ。細い線をなぞって丁寧に削るのよ。よし、そうだ、いいぞ私。こいつすぐやらかすからほんと見てられないぜ。カーブが一番怖い。よし、そのまま。三角形でヒヤヒヤしてんだから傘だったらどうなってたか。あと少し、私ならできるぞ。やったー、傾き成功。まだよ、周り終わっていかないと。最後のこの工程が怖いぜ。集中だ、絶対三角形を完成させるぞ。よっしゃー、どうだ。ちょっと手に汗握ったわね。緊張感の塊だから仕方ねえよな。だるまさんが転んだで、さっき手に入れたブーストアイテムを使ってみたいと思います。小さくなるやつよね。小さい方が有利とかあるんだろうか。さあ小さくなったのでここからです。いけ、チビウプ主。いやこれもう無敵じゃねえかよ、全く気づかれてないんだけど。すげえ、こんな作戦があったのね。気持ちいい、止まらなくていいの最高。もうだるまさんが転んだですらねえ。今何か通ったか？やったー、皆さん、このゲーム、小さくなれば余裕ですよ。なれるかよ。今度はプロテクター？あんたそれでよく没収されなかったわね。監視どもこれ許していいのかよ。あっはっはっは、どうぞ落ちまくってくれ。おいおい、あんなのありか？いいのかよ。ずるい、あれ欲しいんだけど。そうでしょ。ノンストレスだよ。ちょっと所長、あれありなんですか？終わりだね。あんた買収されたな。私には何のことやらわからないな。今回も止まらずにゴール、ただの散歩と同じだったよ。捕食警官もいいところだわ。ダイヤが溜まったので、綱引きを解放しました。綱引きか、これは純粋な力勝負だぜ。あれ？自分どっちかわからないというかいないんだけど。どうなってんだよ。よくわからないけど、とりあえず引っ張ってみよう。引っ張れてる方がうつ主チームってことで。負けるもんかー。綱引きは団結心が大事なんだ。加える力のタイミングを合わせると強いよな。やったー、うつ主いないけど。それでは最後はおなじみ、ガラス渡りをしていきます。うつ主の順番は4番目か、後ろの方だが失敗する確率は低くはないぜ。こればっかりは運だから、どうしようもないよね。ブーストアイテムもないし、うつ主の直感にかけるしかないわ。前の人が進みまくってくれたらいいんだ。正解のルートを教えてくれ。ああ、もう落ちちまった。いやなんであんたそっちを選んだのよ。行くよ。おう、あと1枚、どっちが正解か。割れない、成功よ。やりました、私今日の運勢めっちゃ良かったです。